付金の一部をお返しし、今後の授業料として充当。これで卒業までの心配はないと思います。はあ、ありがとうございます。エリゼ会長にはどう感謝していいのか。学生会長として当選のことをしただけですよ。それにここだけの話ですが、あなたのような生徒は他にもいます。ですから今回の件も引け目に感じないでくださいね。よかったら紅茶とクッキーでも召し上がりますか。差し入れでいただいたものですけど。お邪魔しちゃったかしら。もうどうせ狙って声をかけたのでしょ。だってエリゼがリーンさんのことで困っていそうだったから、いっそ言ってあげたらよかったのに。お兄様のお相手は14年前から決まっていますな。またそんなことばかり。姫様の方こそ噂になっていますよ。若き英雄灰色の騎士と王城で親密そうなやりとり、下司祭でのお約束かなんて。あれは北方戦役の主君式でエリゼの話をしていただけで、その少し相談にも乗っていただいたけど。ああもう手ごわくなったわね、エリゼ。学生会長を引き受けてから付け入る隙がなくなったというか、先生方からも生徒たちからも頼りにされているみたいだし。ここまで兄が有名になると妹としても気を使うと言いますか。それに学生会長として力不足を痛感することもあります。あの子の力にもなれませんでしたし。仕方ないわ。経済的な事情でもなかったし、元気でいてくれるといいけど。手紙の返事が遅いのは気になるわね。ええ、バンダール家の処遇といい、お兄様の件といい、暗い話題ばかり。リンさんの第二分校の演習先でも事件が起きたんでしょ。ええ、サザーラント州ですね。怪しげな兆候もあったみたいで、私や姫様も気をつけるようにと通信で言われました。さあ、ありがたいわね。それに比べてセドリックはどうしてあんな風に。姫様。そうそう、すっかり本題を忘れていたわ。例の話なのだけど、なんとか都合はつけられそうかしら。はい、学生会の案件も予定通り片付きそうだし、喜んでお付き合いさせていただきます。
新型端末の受注は進めて。ただしバージョンは半々にしましょう。コスト、操作性、パフォーマンス、セキュリティ面で評価してちょうだい。鉄道公社の業務システムも納入は完了してるわね。立ち会いはよろしく。アフターサービスについても分かりやすく説明してあげて。こちらラインフォルト、どうしたの？すぐに出ると伝えて。ミーティングは以上。みんなよろしくお願いね。お待たせしました。先月ぶりですね。ええ、その節はどうも。運用レポートを受け取りました。アークス2、順調みたいですね。ええ、おかげさまで。マスターシステムのサブ化もうまくいってるみたいですし、遠距離通信の精度も思った以上に素晴らしいですね。あれはブースターなどの設備がないとどうも不安定なのですが、ラインフォルトの方で相応の設備を用意したんですか？実はちょっと裏技を使わせてもらっていまして、今度お会いする時にでもお話できると思うんですが、できれば仕事以外のプライベートな時にでも。なるほど、こちらも何かネタを仕入れておきましょう。楽しみにしていますね、アリサ・ラインフォルト室長。こちらこそ、ティオ・プラトー主任。彼女に会えるのは嬉しいけど、スケジュールが山積みなのは何とかしたいわね。お嬢様、失礼します。あ、うん、入って。お疲れ様です。紅茶をお持ちしました。あ、もう3時なんだ。ありがとうシャロン、よかったら付き合ってちょうだい。それとみんなにはコーヒーとお菓子をお出ししておきましたわ。ほんと、シャロンのお茶とお菓子はオアシスというか生命線だわ。頑張っていらっしゃるのはいいのですが、少しは潤いも大事にされませんと。たまには7組の皆さんと連絡をお取りになってはいかがですか？悪かったわね、潤いがなくて。でも言われなくてももう少ししたら彼にも。あらあら、言わずもがなでしたか。そういえば先日ラウラ様やフィー様と通信で話されていたみたいですけど。察してるんならわざわざ言わないでちょうだい。もうそれよりも自分はどうなのよ。最近本社を開けることも多いし、母様の手伝いばかりしていない？それとも昔の関係で何かあったとか？それこそまさかです。過去は過去、私の愛と献身の対象が変わることだけはありえません。ですからどうかご安心ください。
やっぱり最近変よね。妙に優しかったり、昔を懐かしむようなことを。来たわね。こんにちは。一応指定した時間だが、そちらは大丈夫なのか？うん、大丈夫。仕事の区切りはつけたから。それじゃあ二人とも段取りを詰めましょうか。私もやり残しを片付けたら出発するつもりですそれでは現地で。もう少し早くつかめていればこの地でも会えたんだけどでももうすぐね。まったく嬉しそうにしちゃって。人間ってのは面白いことを考えつくわね。あの王子が隠し持ってた閻魔のアーティファクトを通信網に利用するなんて。まあ、あの裏技使いの遊撃士も噛んでいそうだけどそれとアリサさんの協力があってこそね。つくづくいろいろな人たちの縁に助けられているわね。奇跡を守る一族としては本来どうかとは思うけど、でもなんだかあいつ妙なことになってるみたいね。鬼化がなかなか戻らないってちょっと尋常じゃないんだけど。ええ、私たちの術が役に立つといいんだけど。その前にこちらを片付けておかないと。この地の霊窟はここだけ。手を貸してちょうだい、セリーヌ。任せておきなさい、エマ。
それじゃあみんな、まずはレシピ通りに進めてね。お菓子作りは分量と手際が大事。経験者は教えてあげてね。はい。概要は以上だ。ここから先は自習だ。サールでも分かる課題プログラムを財団から取り寄せた。各自画面に従って一通りの課題をこなすがいい。相談は自由。以上だ。
起立礼